簡単の方でエントリーやりますので、はい、やってますんで、参加希望者の方は簡単の方へお越しください。あ、おはようございます。
ああ、さあカウンターの方でエントリーやっています。とツイッチの配信も始まりましたね。もうゲームの音とかマイクの音とか大丈夫でしょうかね。あ、大丈夫ですね。ありがとうございます。やっぱツイッチだとなんかね、もう英語のコメントが多いですからね。お、ありがとうございます。
Okay.
お待たせしました。ようやっときました。とりあえずエントリーしてない方とかいないよね。もう全員エントリーしてる？してるよね。してるっていうこと前提で話を。お前何してんだよ。すいません。お前何なんだよ。すいません。はい、エントリーして。はい。はい、さっさとエントリーしてくださいね。はい、エントリーしてない方、後で、いや、エントリーしてなかったんですけどとか言っても、知らんって言いますよ。ちなみにあれですね、今回はランダム 2on2 とあの前もって言ってる通り、ランダムのくじ引き。をしたいと思います。ではそのくじ引きは今回はセロ様が全てします。えチュニ5万円ですね。チュニ5万円です。チュニ1ラウンド5万円です。1ラウンド5万円なんで、まだあれだね、あの勝っても負けても2ラウンドだ、10万円は確定なので100円ですね。通常キャミーは100円ですね。キャミー100円です。キャミー100円です。ホンダも100円です。ホンダも100円です。ケンはあれかな、25円かな。ケン25円。はい、とりあえずエントリーしてくださいね。エントリーしてない方パッと見て、エントリーしていらっしゃらない方いらっしゃらないか、大丈夫かな。クロス、びっくりした、今クロスどこにいんのと思う。はい、エントリーしてない方いらっしゃいませんか。いませんよね。あれ、なんでこれあれじゃん、プロフェッサーわざわざ名古屋から来たの、教授。あびっくりしちゃった今。はい、みんな書いたかな、みんな書いたかな、書いた、なんで書いてねえんだ、書けよ。ああ、そうですね。あと 誰か書いてないとかないよね。全員書いた、ムナルさん、うん、ちょっとセロ様パッとこれ見て、あの名前書いてなさそうなやつ誰かいたらちょっと探してきて、うん、あ、角さんありがとうございます。怖い怖い、じきじきはやべえ。はい、エントリーしてらっしゃらない方がいらっしゃったらエントリーしてくださいな、早急に。はい、くじ引きの方は至って単純です。なんだ、多分ね、多分じゃないな、トランプのスペードの1から13とダイヤハートでもいいやの1から13を改造されたトランプ、通常のトランプ、あと永田さんと新谷さんで28人ですね。永田さんと新谷さんで28人です。別ですよ。可愛がれとは別で、本人も出ますよ。いや、ちょっとじゃない、もうあれなんで、今ね奇数なんで、兄があの出ないって言い張るから。違う、今偶数だから、永田さんを入れれば奇数な。皆さん出てください。まずくじ引きで、はい、なあ、そうか、でも永田さんが似たてした場合、永田さんが永田さんに可愛がりっていうのが難しいですね。どうするんだそれ。それはジェネでいないの。あ、永田さんが苦手したらジェネティが永田さんは可愛がるの。あ、それいいね。あ、ごめんね、ぶつかっちゃった。あ、じゃあそうしましょう。じゃあ永田さんと新谷さん名前書いててください。100円。
はい、あれクロッチもいいんだね。はい、ということで吉尾さんはね今日ねなんかニコニコ違うイベント後から来るって言ってましたけどね。ということであれセオテープ様、セオ様、セロ様、そしたらね、通常のなんか普通に14枚赤14枚との黒14枚あればいいんですが、改造どう改造されてるんですか。はい、そしたらじゃあセロ様、あれですね、一番最初にこれ14種類の組み合わせにできるようになっているので引いてってください。引いて、とりあえず誰が誰で、まずじゃあ MOR さんの分を引いてください。何が出ましたか。はい、あ、一番下で、はい、MOR 様がこれ、はい、で、ムナーリさんの分、はい、はい、あ、じゃあもう、じゃあ決まりましたね。ミルキーさんとムナーリさんがチーム決まって、そのままそれがシードですね。あ、そうですね、はい、待ってね、で、イーブキーと、はい、じゃあバイパーさんが、はい、バイパーさんがネクロと、なんでサードのキャラ言ってんだろうね。で、焼き鳥さんがトゥエルブ何の話してんのこれ。で、角さんがショーン、じゃあこれね、あのサード専用に改造されたトランプだから、はい、じゃあジェネティがユン、はい、セロ様、ショーン、はい、ツノッピとショーン、ツノッピとセロ様、はい、ツノッピとセロ、でもさ、ショーンどかしてくださいね、はい、ショーンどかしてくださいね、
あ、もう重ねちゃってるよ、別に。もう今書いてってるから別にわかるでしょ。はい、じゃあ次はセロデプションだね。はいはい、じゃあ福山さんチュンリー、福山さんチュンリー春。はい、で教授プロフェッサーダルユン、おっとユンいたよね、ユン、ユン、ジェネティとプロフェッサー、はい、ジェネティさんとプロフェッサーチーム。はい、次セオさん、セオさんチュンリー、セオがチュンリーそのまんまだね。じゃあはい、ということで福山さんとセオさん、はい次シャル君、シャル君、ネクロ、ネクロもいた気がするね。バイパーさん、え、これ強くない？はい、じゃあ次中島さんの分、まこと、まことまだ出てないね。はい、破天荒さん、ユリアン、ユリアンまだいなかったね。これ何の話してんだろうこれね、これ今から見出したりと勘違いするよ、何のゲームやってんのみたいな。はい、一文字さん、一文字さん剣。はい、苗場さん、苗場さん剣。はい、一文字さん、苗場さんチーム。はい、じゃあこれ剣が消えて、はい次トネピー、トネピー、ユリアン、ユリアンは破天荒さんとだね。はい、トネピーと破天荒さん。はい、じゃあ次友田さんが、誠、誠もいたね、誠、中島さんと友田さん。はい、と、そしたら伊佐治さん、オロ、初キャラですね。はい、したらじゃあザ・ジョバーさん、エレナ、これも初新キャラですね。はい、では松ン、トゥエルブ、トゥエルブ誰だ、トゥエルブいたよね。はい、トゥエルブは焼き鳥さんと俺。いや、俺悪くないよ、俺悪くない。はい、いやいいとこ引いたな。はい、次ヒデ君、ダッドリー、ダッドリー、ダッドリーまだいなくない？あ、ダッドリーしょっぱなな、もう MOR 君とヒデ君。はい、ヒデ君がダッドリー。じゃあ次中村君、タケチーが、タケチーが、タケチーがレミ、また新キャラここに来て。はい、クロス、クロス、オーロじゃない、イブキ、イブキってどこがいた、イブキ誰かいたよね。イブキはね、イブキは結構前だ、クロッチ、クロッチとクロス。はい、したらもう残り3枚ですね。いろはさん、いろはさんがレミ、レミはたけちとだね。はい、じゃあ残った正月とニーヤー、どこに行く、永田正月、はい、永田正月、エレナ、永田正月、エレナ、エレナ、エレナってどこだっけ、誰かいたよな、エレナ、あ、ザ・ジョーバーさん、ほう、S ホンダ2回、あ、S キャミーだ。はい、ニーヤーさんがオーロー、オーローはイサイさんとニーヤーと。はい、ということでセロテープさんの厳正な抽選の結果、偏ったチームになりましたね。はい、1回戦のお互いシード、シード枠はミルキー・ムナリチームは1回戦ないです。中島・友田チームも1回戦ないですので、1回戦第1試合はツノッピ・セロテープチーム対ジェネティ・教授チームですね。ガイル・ザンギ・エスチュン・リー・ダルシムとですね。で2回戦が、いや2回戦失礼しました、1回戦第2試合が福山さん、竜、瀬尾くん、チュンリーと、バイパーさん、ホークとシャルくんのバイソン、バイソンだよね、シャルくんね、確かだね、うん。で3、第3試合が一餅くんと苗場くんの
チュンリーとチュンリーとベガかな確か。チュンリーベガだね。チュンリーベガとトネピーだ。トネピー何今回。トネピーはこれ何なんて書いてあるのこれ。トネさん。トネさん君今回キャラ何これ。いやいやだろ。なんて書いたか謎なんだけどさ。破天荒さん竜とトネピーが謎の新キャラクターですね。でその次がマッツン焼き鳥チーム。いやーこれはどうなのとマツケン焼き鳥エスホークチーム対 MR ガイルヒデチュンリー。いやーまあヒデ君のチュンリーに似たてされる可能性ありますから、僕は似たてされた上に永田正月に殺されるのが見たいですね。さあその次がクロスクロッチフェイロンブランカ対 S ガイルキャミーで、S キャミー、ザ・ジョーバーさんの S キャミーと永田正月 S ホンダとイサジキャミーと、なんでこれさ、X キャミー、X ホンダ、X キャミーと X ホンダ対 S キャミーと S ホンダっておかしいだろ、ここ組み合わせ。なんでこんなになってんだ、ここ。1回戦最終試合がかなりゴミな感じが。なんだこれ、レアすぎるだろ。なんで同じチームだ、ザ・ジョーバーさん。永田さんと同じチームです。永田さんと同じチームです。チームメイトです。はい、ということでじゃあ配信台今どあれ配信台はどこになってんだ。あ、一番事故空いてるね。したらじゃあちょっとねごめんなさいね、僕の事情でちょっとバタついて遅れてしまったんですけども、じゃあツノッピセロテープとジェネティ教授はもうじゃんけんでワンピツーピー決めといてくださいな。ツノッピさん、ツノッピさん、教授さんはすぐあそこにいますよ、後ろから今来ます。はい、ツノさん、ツノさん目の前にいます。ツノさんとジェネさん、ジェネティさん、ジェネティさん、ジェネティさん、はい、じゃあジェネティさん、そちらの白い服の方、そちら側の教授さんです。はっ、ナルシム使いの教授ですと、エスチュンリー使いのジェネティさん。スノッピセロテープです。先にときますよ。あ、じゃあ今年の2016年永田正月明けましておめでとうスペシャル始めます。で今回のルールはのーまあ単純にあれですね、の先に相手の2キャラ勝ったは勝ちですが、先方が2立てして勝った場合永田正月から、まあ、調子に乗ってんのかということで可愛がりが発動します。ということでじゃあ先方は2立てしなきゃいいんでしょみたいな感じで、あの先方があの露骨な感じがあると、それはそれで永田さんから笛が吹かれます、ピーと。なので大将二立てでも危ない可能性があるので気をつけてください。基本的に大将二立てはセーフのつもりですが、先方のあの試合内容によってはあの笛が鳴るので、こんな感じでよろしくお願いします。上ってなんだ。さあということでじゃあ席についてくださいな、席についてください。トネピーさんどこにいるかな。トネピーさん審判的な感じをやってもらっていいかな。で永田さんはどこにいるかな。永田さん、永田さん、まあ、マイク持たないと。さあじゃああれですね、なんだ、ちょ予定はね10時からどうこう言ったっけ、10時半にはやろうと思ったんだけどな、ちょっと遅れたな。はい、長田さんからの、じゃあ長田さんからのご挨拶を持って始めたいと思います。はい、長田さん、本年ももう間もなく終わりますよ。はい、今何時？今10時40分ですね。あと1時間20分ぐらいしかないのか。そうですね。まあいいや、始めましょうか。はい。はい、もう今年の挨拶的なのもう何もなしで大丈夫ですか？今年の挨拶？締めくくり的な。そうね。なんかある？いや、僕は特にないです。あ、そう。まあ今年あれだよね、XSっていう大会が始まって。はいはい、まあちょっとまあ節目かなと。そうですね、ここから切り替わっていろいろねやっていければなと思いますので、原監督並みの切り替えていくっていうことで、はいですね、今年も X はちょっと切り替えていこうかなと、はい思いますということで、はいはい、したらじゃあ永田さんからの以上、今年は、まあ、よくも悪くも今年からまたねリスタートで来年以降を迎えていければということで、ありがたいお言葉でした。したらじゃあこれ俺のオリジナルじゃない、これね旦那風助の丸なんだよ。ということでじゃあ永田正月明けましておめでとうスペシャル2016いくぞー、レディーゴー。
それね、これ俺オリジナルじゃないんだよ。真似なんだよ。画面暗いってね、しょうがないんだよね、これ。そうね、コンバート挟むとね、しょうがないんだよね。あれ、3話のコンバータが結構綺麗に明るくなるんだけど、あれ、高いんですよね。と、サマーパナして、と、めくりスピニングバード、しかしシャカシで止めて、これどうやらジェネティ対ツノッピのようですね。これ死んだのか。死んだ。これって何、あのビッキーズとかあれだよね、太郎とかで見られた対戦だよね。ですね、これの23、24年ぐらい前からこれも変わらずやってるみたいな。神保町の太郎で横並びでやってた時代の。そうです、ま、全く何ら変わりがない感じの。あの当時はジェネティはヤマト運輸じゃなくてあれだよね、なんだっけ。あ、マジか、今のすげえな。高すぎに投げましたね。あ、死んじゃう。さあ、ジェネティがまずツノッピを撃破。さあ、セロテープがなんか、ま、無駄な煽りをしてましたね。俺を倒すと永田が来るぞと。動画ステージを低すぎないかと。いや、普段通りです。これが落ち着いた大人なんで。さあ落ち着いた大人なんだ。さあ、なジェセロテープが消極的な。さあ、あ、削られちゃった、終わっちゃった。待ち残機なのか。どうせ削り技ねえだろうみたいな感じで画面端で待っていたら百列で削られてが、お、ハメかよ。さあ、セロテープまたしても逃げる。あとはさあ、弾を撃たないって言うからね。確かに削る手段さ、100列、歩いて100列しかない。歩いて100列しかない。さあ、飛び込んでて背中蹴りからの投げて、投げて、さあ、受け身さえ取ればと思ったら、あと逆転されている。さあ、待ち残機作戦ミス。さあ、ジェネティは何としても永田正月の可愛がり受けたいはず。しかし、さあ、リーチ。さあ、マチザンギが炸裂しない。さあ、金落ちない。逆にジュニに待たれてる。しかも飛行券ないのに。確かに、やりたい放題。さあさあ、そうそうそう、ジェネティさんはあれですからね、大晦日に永田さんにぶっ殺されるのがもう楽しみで毎年一つやってるんですから。これ二立てしなきゃ嘘ですからね、ジェネティさんはね。さあ、勝った。さあ、先方二立て。さあ、永田さん出番です。行ってきてください。ちょっさあ、早速永田正月が現れた。さあ、ジェネティ、いやいやいや、勝っちゃやべえだろみたいな感じで呼んだ覚えはないと言ってるが、さあ、開幕ファーストアタックはジェネティ。さあ、ここでもしジェネティが、あっ、さあ、ジェネティがここで永田正月撃破すれば、何事もなかったようにジェネティチームが1回戦突破ですね。だから負けてしまうと、結構ことです。ミルキームナーリ1回戦シードだったのに2回戦もシードになります。相手がいない。さあ、これが永田正月だと。さあ、まだジェネティが死んでもまだ教授がいる。頑張ってほしいが、さあ、うまいね、あれ100列食らって100列で返すんだ、あれいいね。さあ、画面味トンナガチョップ。さあ、ワンチャン投げが通らなかった。100列ベシッと当たって、さあ、永田翔が勝利。さあ、ここでもし教授が負けてしまうと、ミルキームナーリチーム何もしないでベスト4何もしないでベスト4に確定です。1回戦シードだったので2回戦もシードになってしまいます。さあ、これは何としても、あ、確かに今新谷さんがいいこと言いましたね。なくなってしまったところは永田さんでいいんじゃないかと。そう、どうあっても永田さんとの対戦は避けれない的な、まあ、主役ですからね。さあ、教授が画面端、さあ、ドスコイのファイア相打ちで、とスナイパー、ナイススナイパー。さあ、今インフェルノっぽかったが、さあ、さあ、ショーパンで永田正月リーチ、ミルキームナーリ何もせずベスト4リーチ。
はどすこいくなってさあプロフェッサー画面端さあ飛びやりたい放題やりたい放題永田正月さあいなかったのは永田正月1回戦第1試合スノッピ対セロテープあさスノッピセロテープチーム対ジェネティ教授チーム勝者なし両方消えです両方消えですはいじゃあ気を取り直して1回戦1回戦だ、第2試合ですね福山瀬尾チームとバイパーシャルチーム行きましょうひどいね似たてしちゃったのがいけないですねでもジェネティさんでもあれじゃないですか本望じゃないですか大晦日に中田さんに殺されるのは最後チンパンジー近づいてきやがるさあ最後セロテープがずるかったとあれは俺が悪いんじゃないと言ってますねはい福山さんと瀬尾さんとバイパーさんとシャルさんチームですねバイパーさんシャルさんこれどっちも強いねどっちも強いですねどっちも二立ての可能性ありますよまあ永田さんがあれですからねベスト4全部永田ってマジでいやそれもねなきにしもあらずですね相当ありますね2連勝起こんなきゃいいんでしょそれ先方2連勝が起きないのとあと先方捨て芸が見えなければ大丈夫です先方捨て芸先方捨て芸いやお前そりゃ明らかダメだろうみたいなそういうのがなければ大丈夫ですじゃあスタートしてくださいな先方キャラが決まったらおここにはゲームと人が全部置いてあるのか置いてあるみたいですねなんか配管というかね絶版的なのがあるみたいですけどこれでなんかよくできてるよね毎回毎回ねそうねこれ配布してこれで別ゲームのプレイヤー知ったりとかしたもんこれ でもねそもそもねそろそろ永田さん出していいんじゃないかなと思ったよねいらねえだろなんで先にさあ始まったみたいですねさあ始まったさあ先方がシャルバイソンとシャルバイソンと福山龍ですねまあ福山さんも今日は好奇お疲れ様でしたって感じでそうですねさあまだあとはファーストアタックはやはりバイソンしかしこのバイソン強いぞちょこれ強いんだよね俺よかったわ本当にさあ投げてうまい最近ね福山さんも相当頑張ってるらしいんだよねそうねちょ川俣君とかに聞いてわざわざ川俣君呼び出して池袋とかで、ね、3,4 時間タイマンとかするらしいんだよマジで、うん、川俣君とタイマンそういうそうそうすげえ贅沢な時間だなみたいなんだけどかなりね、いろいろ頑張ってるらしいさあゲージはたまお互いたまでシンクパラして体力はほぼ同等だがヘッドかよこの野郎とさあたまらず勝利出したところにしっかり出しちゃう福山さんもね大阪の杉本町ではなんか天才 KOF プレイヤーとしてね名をはせたらしいですからそうなのマジで KOF90 あ死んじゃう死んじゃう無敵の竜子チームっていう投げてさあ怖い怖いじゃあやっちゃったおっと優しい当たらなければどうということはない確かに投げは通らずさすがにニョキッと削りはニョキッとさあ続いて瀬尾君チュニですねここはさすがにこれは強いっすね見立ては起きないここはあれですね別にどうなっても永田さんの笛は吹かれないですね永田召喚笛瀬尾くんも今相当強いんだって瀬尾くん強いね非常にねユーベガが殺せる人ナンバーワンでしょそうですねユーベガの逮捕者でもあれですね最近あの小山くんも割と結構この間フェイロンがあれみたいで逮捕リスト上位にいましたよさあシャルさんすごいですねと戦列リバサ食らっちゃったよこれは痛い食らわなくていい戦列を食らってしまいタイの逆転それまでの試合運びは完全にバイソンペースでしたね確かにさあこの2人はですかね普段の中野の TRF とかで、まあ、のやってますからね中野の身内ですからねじゃあ気候圏の相打ち行って踏んじゃってさあ早くヘッドでゲージが溜まるんだがさあヘッドで抜けない抜けない、まあ、っと今のうまいねよう出したと死んだのか死亡フラグがおっとここで出しちゃった今の誘いは来ているねうまいっすねさあシャル君負けたのでここはさすがにあれですね
永田さん出番なしということで、いい試合ですね、非常に。大晦日にこんな試合が見えていいんでしょうか。バイパーさんバイパーさんも毎度毎度遠くからね、本当お疲れ様ですって感じで。確かに、さあ刺さって一回はめるモードに入るか入らないかっていうだけなんですよね、この仕組みだぜ。捕まえるかめくりガードの100レスで追っ張られて、あそこら辺はもうド安定行動ですね。3ノットも削っちゃやばいよね。と欲張りに行ったが、今一瞬危なかったんじゃないの的な感じがしました、ね。ああいうことやられるとね、落ち着いてガードもできない。あっおっと歩き2回転出た、すごい。ジャンプ勝負は体育当たんないところから一歩踏み込んでペカンと、それさえ食らなきゃ死なないという状況で、それを見事に食らっちゃいましたね。まあ見事です、今のはすげえな、あって思っちゃったもんね、うん、えって感じね、うん。さあこれ1回戦のね、これ第2試合かからこんないい勝負見出してしまっていいんでしょうか。サンドットっていうかもっと削ってるよねあれ、うん、ああ実際ね、うん、体力あるときはサンドットっていうか3回だからね。さあ刺さっていい反応、コンドルダイブに戦略策。さあお互いわからない、これ次の勝った方が1回戦突破。さあ食らわして、食らうと痛い本当に、すげえ一気に体力半分なくなかったけど、100列連続ヒットしない限りにね、当たると痛いからね結構。さあ登り蹴りがあって、おっと今すかし投げが危なかったですね、登りも許さない中盤さあしかしこれは全然死ねる範囲だぞ。さああと1回で、あっとまさか、あんたまさか、とりあえず戦列で逃げて、下手なカラジャンプ許されない状況ですね。刺さって、さあ青、あっとマジか、今勝ちをバックジャンプで逃げられた、勝っていたよバイパーさん、勝ったのはセオ、お願いバックジャンプって感じでしたね今。そして今なんでジャンプで逃げれたのか、勝ったのはセオくん。まあ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 、ね、フレームどうこう言ってもね、毎回毎回ね完璧になるわけじゃないから。確かに。さあじゃあ1回戦第3試合ですね、一文字くん、苗場くんチームのベガなんだっけ、ベガチュンリーか、ベガチュンリーチーム対トネピー、ダルシム、破天荒竜チーム、じゃんけんで 1P2P で、トネピーがあれだね、選手でいるので、のセロ様かなんかだ、審判的なのを一瞬やってもらえると。文房具、文房具、セロテープ、あ、いたあ、いた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 。いやー今あれですね、バイパーさん非常にやってしまいましたね、やっちまった感じですね。まあトンタンキ流に言うとチョンボってやつですねさあ一文字くんと内部くん、地元での先輩後輩とのことでしたが、わざわざランダムで来たのに一緒になってしまうという仲がいい。そうですね、これなんか普通にチーム組んで出たようにしか見えない。そうですね、結構ぐちゃぐちゃな感じであれチームを組んだんですけど、さあ決まってですね、ワンピー側はトネピー先方で、一持ちベガ、ね、トネピーダルシム。さあトネピーホンダかなって思ったんですけどねトネピーホンダなの今最近ね、ホンダ、なんだっけ、雪の不思議のほら百列さんじゃん、昭和しばらいとかショーパンからのババッてやって息出るやつ、あれがね結構やつ出るんだよ。へえ。で、ホンダが面白いみたいなこと言ってホンダが面白い、うん、まあしかしさあ冷静に冷静に、俺は 2P 側でも出るよ KKY さんと今無駄に KKY ディスってしまいましたけど、別にいないのに。いや別にいいでしょ KKY さん、あれですね、なんか富山で、富山のこの家に行って俺が KKY だみたいな感じので、ああ大物顔してる、そう大物顔してあれですね、でもあれですよ、ツイッターで見ましたけど、同郷 の大先輩が来てくれたみたいな感じで、いやいやいや、ちょそう KKY にそれは随分あれだねみたいなでも KKY もいい人だなって思いましたね、大昔の KKY だったらそんなできなかったですから。あれ、なんエスキュースゲームさんはなんで組み合わせ知ってんの。わあれじゃないですか、そこに書いてるみたいなね、あれ出してくれて、あなるほどなるほどさあ勝ったのは
あ、単なるトネピ跳ねモードに行くかと思いきや、受け身取っていないが最高からの投げ返し、最高マジックならず、最高マジック種も仕掛けもあったと。まあ短尺ディードだからね。そうですね、引っかかりましたねとフフフって感じでさあ勝ってしまったので、もう相当ヘルズマジシャンだね。勝ってしまったので、なんかあれですね、トネピーがなんか永田正月をロックオンしてますね。かかってこいと、俺はやるぞとアピってますね。苗場さんのチュンリー、さあ苗場さんのチュンリー、それは苗場さんに勝ってからだよね。そうですね、苗場さんのチュンリーがね、まだ結構ね命知らずというかね、結構やる気なんですよ。いや、チュンリーは命知らずの方がいいよそうですね、あの某チュンリー姉ちゃんみたいな、むちゃくちゃ来やがるっていうのは結構嫌なもんがありますからね。チュンリーでむちゃくちゃ来るっていうのは、なんか花物を持って何振り回してるようなもんだから。ああ、まあそういう言い得てみようですね。うっ、もう露骨分かりやすいですね。 100% 投げに来るの分かってて返せない投げ。まあだからね、おとなしくプレイされるよりもやっぱり暴れられる方が、そうですね、冷静なチュンリーよりはなんかもうなんだこいつはっていう方が結構やりづらいですからね。まあ、それ軸にして固めていけば、もう全然強い、あのてっぺん取れるようなキャラなんで。そうですね、もうチュンリーは本当いろんなもん揃ってますからね、このキャラね。そう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 、さあと冷静にポクポクと、よく今スラスト出したね。戦列怖くねえの、変なの食らったら死ぬ体力。おお、よく出したよ。なんだ今のスライディング。そしてあえてちゃんとワンピーがインフェルノ成功しましたね。今しくじって戦列の上もあったんですけど、ワンピー側は KKY でも出る方じゃないの。確かに KKY さんで出るんだったらそれは出ますねさあさあ冷静に戦列トネ側が頑張ってるが、苗場さんもあんた使ってるのチュンリーなんだよというところで頑張ってほしい。おっと、さあワンチャンアンドか、投げはバレていてインフェルノ出ない。やはり 2P 側では出ないのか。さあトレピー勝って永田正月かかってこいと、はい、さあトレピーは永田正月と対戦したくて対戦したくてと、別に大阪行けばいいじゃないですかそれに対して破天荒さんもあれですからね、今年の永田正月さんに関してはね、その永田さんの動画を見て研究するみたいな感じで、この2人は2人とも永田正月と対戦したくてしょうがなかった2人組、まあ、僕から言わせてもらえばアホですねさあ、あ、投げ返した、さあ、よかった、さあ、対空ミスって今投げポイントやってね、ヨガファイヤー打った瞬間に トレピーが今勝ったなとか言ったんですけど、死にましたね、対空ミスって。さあ永田正月戦は非常に楽しみですから、ハラハラしますからね、一発で死にますからね。なぜ、冷静冷静チョップ、あ、うまい、頑張ってます。とインフェン出ず、相打ちで、あー、チョップが潰された。あ、百列も相打ちになっちゃう。あー、頑張りました、強気のファイヤー。さあトネピーがチームを本当に勝ちに持っていけるのか、それともまたしても勝者なしになるのか。投げがさばおられて、ショーパンがさばおられてと、冷静ガード3回目3回目、あっ、やった、あった、落ち。さあトネピー死亡、頑張ったんですけどね。さあ破天荒さんがチームを勝利に持っていけるのか、それともこの試合自体がなかったことになってしまうのか。これですね、筋肉マンの超人予言書みたいなもんですね。もう今燃やされかかってます今完全に燃やされかかってますね。マンモスマンとロビンマスクみたいなもんですよ、両方消えちゃうみたいなさあ画面端、さあ破天荒動画を見て研究したという永田正月対策を見せてくれ。あ、いいですね、さすが。そうです、竜使ってホンダに負けたらダメなんですよ。さあ冷静、
まだ昇竜拳やる。永田正月長…確かに龍本田で龍かって拍手って確かに結構あれですね大問題な気がするんですけど、さあこんなの本来勝って当たり前の組み合わせが、相手は永田翔がさあ波動拳踏まして、さあ抵抗頑張ってほしい。さあ画面端、おっと冷静ダイヤスタイクお見事。さあ飛んで、いざ死んじゃうし勝利拳まだまだ分からない。さあ波動新カード、とりあえず別にハード新カード取っとく理由はなかったが、ダイヤ島で空振っちゃった。さあラウンド3、さあ天候ラウンド1もでもかなり頑張って飛び込まれて、腹ゲートシャカチューが用意になって、さあ腹ゲリと昇竜拳出したが当たらず、うまい昇竜拳。これ長田狩りできるのかと、惜しい、マジか、当たんねえの、あーっとやってしまった、惜しかった惜しかった、非常に惜しかった。破天荒頑張った、破天荒に拍手。さあということでここも勝ちなしということで、先ほどの福山瀬尾チームが一気にあれですね、ベスト4ですねなんだこの大会さあ中島友座チームはあの1回戦もともとシードなので、次は松井焼き鳥と MR ヒデですね。じゃあ僕行ってきます。長田さんお願いします、はい、そうですね、中島友達チームは不戦勝ということで、M ツイン焼き鳥 MR ヒデ、これも強いですね。 M ツイン焼き鳥ってなんだよ。さあ先方はどっちになるのか、バン・ホンダ、まあホンダバンされてもおかしくないキャラクターですね。まあエスホンダいてもいいと思うんですけどねさあ先方は焼き鳥対 MOR、 さあもう終わったのかゲームが。おっと食らったらちゃんと暗い様も許さない。バン正月、バン正月やめましょう、はい、さあ俺なんかよりもこの S オークの方がひどいと思いますよ。ちょっと転ぶだけで終わっちゃいますからね。タッチオブデスってやつですよ。さあ焼き鳥がまず一人先勝、そして2人目で出てくるのはヒデチュンリー、まあ、ヒデ君のチュンリーさっきやりましたけど随分強くなりましたね。さあこれも触られると死ぬ可能性の高い組み合わせなんですけれども、と立ち台キックが天空客に化けたけれども落ちた。さあ怪しい、まーい高めコンドルからトマホーク引っ掛けて台風、まあ強いですね。ワンチャンスゲームオーバー、まさしくその通り。さあ立ち台キックタイク、おっと高めのコンドル当たり当たると C が見えていた。さあまあしゃがみガードだったらそうですね、お釣りが入るんですよねあれ。さあ前に歩いてくる、おっと危ない残り1ドットだが、とりあえずここは冷静にね、フライドフォーク。さあおっとあれは我慢した、立ち台パン結構さ、あれは最大単撃じゃないですかね、ピオリも考えるとうまいっすね。さあ三角強い強い、ダイパンで返して垂直で返す、
さあ分からなくなったぞ。戦列出して土削りじゃなくて読み合いをやってしまったということで私の出番ですか。はい。ということであれですよ、ちょ僕のチームと永田さんがやっちゃってるんでしょ。トレピーさん、トレガーさん、マイクをお願いします。はい、いやー、ヤクトリ君強かったね。じゃあ、頑張ってもらいましょう。いけ、永田ゴーそ、ゴーゴー、その調子。コパン、コパン、よし、いい、コパン、いいぞ、コパンだ、コパン、大パン、いいよ、コパン、あーっとガードしている。さあ、なんかこの間というか、なんかツイッター上で、まあ、S ホンダさすがに、まあ、S ホーク強いけどさすがに S ホンダ有利じゃないっていうことを言ってたので、証明してくれ。あーっと、ほわ、しゃがみコパンの反対が強いので攻めづらいんじゃないかと、ためを捨てなきゃいけないから飛びに対応しにくいんじゃないかという話だったんですが、飛びにはバックジャンプ大パンでいいだろうという、永田正月の談話があったが、大丈夫、ゴー永田、大丈夫です。さあ後ろコパン、さあ果敢に、うー、果敢に、さあバックジャンプやはり使えるのか、張り手待つとね負けちゃうということなので、多分いい感じに、まあ、よー、いったーっと、だいぶコンドレ出なかった、セーフ。さあどう取り戻す。コパンには出足払いが強いんだが、出足払いを出していると前ジャンプされて大変なことになってしまうと、こうだ、溜まっていたバックジャンプ下が引っかかる、コパン早出し。さあ待ちに徹した男、待ちに徹した焼き鳥、大パンがどこでも出るぞ。だー、バックジャンプ、これはだー、頭突きで脱出、何かに引っかかる、引っかかってそのままもぎ取っていくのは焼き鳥さん、これは何、普通になんかこの大会が終わったみたいな雰囲気になりましたけど、これは、はい、あれですね、僕何もしてないですけど、焼き鳥さんが強くて1回戦無事突破しましたね。初の永田可愛がり回避、よかったよかった。さあ次は普通だね思ったより普通だ、ね、いや次がね、俺のチームが負けたわけじゃないんで、確かに。クロスクロッチチーム対いろはたけちチーム、いやー頑張ってくれましたね。けどね、問題は本番でですからね、別にここはね、永田さん死んだところで別に永田さんチームにね何のあれもないですからね。そうね、たくさんウォーミングアップができるできるから、確かに全てを永田さんにお任せで正月ロストトゥーダムダイアイシングさあ勝ちましたね。ああこれあれですね、あの S フォークダムダイだったらどうなのみたいな感じなのかな。いやダムダイだった場合はあれじゃないですか、永田さん勝っちゃうんじゃないでしょうかね、どうでしょう。まあでもダムダイさんもね、その永田さんに対しては多分ホークではなく竜でいくと思うのでですね。さあクロッチといろはさんですね。いろはさん、さあ開幕ムエタイからのソニックで、そうですよね、ムエタイ好きな風時に出せますからね。さあ噛まれてこうやってムエタイが好きな時に出せる分あれなのかな、 S の方がいいのかな、そんなことはない、いやそんなことはない、やっぱり前調整できるソバットはね、偉大ですよ。さあ噛みつかれて、さあ踏み込み中足ね。まあでもあそこら辺の飛び込みをきっちり対空しないとやっぱ自利品になっちゃいますね。さあムエタイで止め、あっと言って余計なもん食らっちゃったよと。
そう、いい投げる狙いどころは良かったですが、噛みつかれてシーボーサー肩クロッチ、そして竹地キャミーですね。さあ凶悪な男が一人やってきました。そうですね、竹地ボーン、僕もちょっと読みたかったですね。予約しようとけばよかった。おかげさまでなんか本の売れ行きみたいで。マジですか、はい、まだ読んでないですよね。ちょっと見たいですね。さあ開幕、まあ、開幕強気、超強気ですね。お、マジで垂直ジャンプ、今見てからブッシュ行ってすげえな、クロッチ。さあクロッチも永田さんと戦いたくてしょうがないのか、なぜこの昔からやってる連中はどいつもこいつも永田さんと対戦したがるのか。さあ、フーリガンね、許さずフーリガン、ぶったりまくった。おっと電気、マジか、めくり読んでたのか、どうせ飛んでくんだろうぐらいの、うん、今完全にもう一点読みだよね。さあやっちゃったが出なかった。お互い出たらスカるんですよね、あれスカるのかな、スカるか。あ、おっと開幕投げに行ってキャノンが入って、相変わらずタケチのキャノンは投げてやりたい放題、ポレポレしますね。投げて受け身がない、と今のはよく手で歩きキャノン、なんかすごい精度ですよねこれ。と大しばれか今すげえな。さあ投げて、さあタケチがまずはクロッチ撃破、そしてクロスですね。え、あ、クロスですね、はい。さあここもあれですね、どうだ、この試合内容の展開からするとあれですね、の可愛がりは存在しない組み合わせになりましたね。さあ、うろうろと大キャノンには行って、たかがね、たかがキャノンスパイ空振っただけで体力半分ない。投げて、ひどい話だ、なんだこのゲームは。地上から半分ってね、相当ですよねこのゲームで。さあ勇気のあるキャノンスパイク、そう、いい最大持ち叩き込ました。さあめくって、さあ大と支援の空振りにあるってって何、中パン中足スパイラル、あ、すごいね、すごいですねこれ、最大だね。しかも下手したらピオルぞあれ、俺の知らないストッツをやっている。さあフーリガン入って、さあやっちゃった、やっちゃった。さあ連キャンフーリガンでタケチ2連勝、おめでとう。これはまあ完全にセーフですね、これはタケチの強さが光った試合で、すごいですね、すごかった。さあじゃあ1回戦最終試合ですね、ザ・ジョバー永田正月チーム VS イサジニアチーム、ザ・ジョバー S キャミー永田正月 S ホンダに対し、イサジ X キャミーニア X ホンダ、キャラクターは一緒、 X か S かだけ、なんだこの組み合わせ。ちなみに永田正月が先方に出て煮立てした場合はジェネティさんの可愛がりになります。おかしくない、聞いてないいや、え、今言ったからジェネティさんの可愛がりになります。まあ確かにそうなんですけど、分かんないですからね。やっぱね、大晦日といえばね、永田正月 VS ジェネティというのもね、ここ数年やっぱ続いてるあれですから。永田ナイフ2じゃないですよ。あ、確かにこっちが似た、そうですね、イサジニアが、確かにイサジニアが似立てしてしまった場合は永田正月がまさかのもう1回ということで 3-on-2 ですね。確かに理不尽なんだこの組み合わせ。ジョマさんが似立てして勝った場合にはあれですよ、いや、ジェネティですよ。ジェネティさんあれか、もうすでに1回可愛がり受けてんのか、いいですね。2回も永田正月チームが生きている限りジェネティ可愛がりチャンスありと。さあスパイラルが刺さって、さあフーリが当たって、さあ連キャンフーリが、うん、よし、先ほどから連キャンフーリが流行りですね、なんか覚えたてのおもちゃを得たような、それしかやんねえ的な感じになってますね。さあフーリが、おっとフーリがキャミー同キャラ実際出してね、これフーリが返しづらいんだよね。さあスパイラル削って、
伊佐治キャミーが永田正月を召喚。そうですね、これ永田さんもし負けたとしてもう一回永田正月ですか、ね、これひどいですね。さあ、シャカチューで100円止めて、さあ、スパイラーラウで相打ち OK。 いいですね、伊佐治さんがキャミー対本田というもの割り切りを覚えましたね。そうですね、それでいいんです、相打ちでいいんです。そうですね、これ真っ当にみんなやろうとするからダメですね、こんなの。相打ち OK ですよ、相打ち。さあ、返されてめくり、あ、投げて、え、マジで今の投げて、百列やめんだろって感じでレバー前に入れっぱなしましたね。イサージさんの読みが今のは良かった。さあさあ、永田さあ、フーリガンでさあ、ドスコイで、そう、フーリガン、あ、じゃなかった、スパイラーだ、相打ち。そうですよ、シャガチュー止めて、まさかのな、おー、マジか、どこ、ダブル KO？ ダブル KO、頑張りますね、イサさんね、これ。これ、今はですね、できれば、永田正月 A って書いてほしいですね。永田正月 B が存在する可能性があるので、まあ、ドラクエ式で言うと、永田正月は、永田正月を呼び出したみたいな。窓ハンドかよとか、永さん、あれ、レスする元気あるね。チョップでやっちゃった。さあか、まあ、まだまだあれですね、ここで取り返したわけですね、まだわからないです。さあと開幕しゃがち、下がりしゃがちいいですね。さあといいぞ、来るのか、いいですね、イサさんかやる。さあ、やっつけた永田正月撃破、永田正月 B が現れたこれはですね、あのドラクエ2のあの悪魔神官ではぐれメタルで一生稼ぐみたいな感じのさあ、永田正月 B、はい、さあ、伊佐治さんは結構渾身のネタを散々見せてしまったんではないかと。さあさすがに全てを使い果たしてしまったのか。これはですね、なんて言えばいいんでしょうね、デスピサロ、あ、あれだね、竜王を倒した竜王は正体を表した的な感じでしょうかね。あ、すげえ今の、あ、すげえ、え、マジで近すぎて当たんない、今のすごいね。スパイダーラウル、なんか明らか変な当たり方してるけど、あれ相打ちとかもしかスパイダー負けそうなのね。さあ、ピヨッタ、さあ、奇跡は二度起きず、永田正月 B 強し。まあ今これ感じあれですか、まあ永田氏は、え、ホンダですよ、ニーヤさんさあ、ここでニーヤ、これさっきまで永田正月はひらがなの正月でしたからね今これ漢字の正月ですね、もうドラクエ1のラスボス的な。そうですね、さあ開幕投げに行って、これもうあれですね、もう永田正月に対してもう兄はもうベギラマとベホイミ交互にやるぐらいしかさあ100列で返されて、永田正月が B がやはり強いのか、リーチ正月 B 強くねと書かれてる確かに正月で、正月に A も B もないんですよ。さあ、ニーヤーが体力リードして飛び蹴り、すげえ刺さった。さあ、飛び蹴り、さあ、飛び蹴り100列の損当たる、え、マジでやれ。さあ、珍しくやめずと、ニーヤーが露骨、お、どうせ出すんだろうと。さあ、ニーヤーが永田正月チームを殺せるのか、それとも永田正月チームを、開幕すれ違い。さあ、ファーストアタックはニーヤー、さあ百列相打ちで、ねえマジで、さあ勝ってるのニア、あ、ニアじゃない、永田正月が勝ってるのが体力的。さあ、どうぞ刺さって上から、さあどうす来い、
さあ百列が待っていたに、いや頑張った、勝ったな永田正月。え、なチームは両方負けですね。確かにチームは両方負けですね。さああんだけ頑張って、確かに別に正月チームは死んだが永田が勝ったということで、これ道連れですね。ひどい、簡単に勝たせないよ。さあここであれですね、2回戦がスタートするんですけど、2回戦存在するのが中島友座チーム対松ん焼き鳥チーム以外は全部なしということでそうですね、ミルキー・ムナルチームは1回戦がシードで、2回戦は勝者なしということでシードで、福山瀬尾チームは1回戦頑張って勝ったところで、あれですね、の次のトエピンのところが勝者なしだったのでベスト4ですね。で、いろはたけチーのところも今先ほど永田正月らしが道連れにニアチームを殺したのでベスト4確定ということで、むちゃくちゃですねこのルール、大丈夫でしょうか。さあということで最後のベスト4ですね、中島友座 VS 松の焼き鳥でやっていきたいと思います。はい、早いなこのゲーやってない試合やってないとリムスを、はい、の、カートを敷いて、はい、オスコインは弱弱弱です弱です、はい、死ななかったあれ勝手的うん、きれいに書いてます。さあ長田さん喋って大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。いや長田さん呼ぶとこまではね行ったんですけどね、僕ね。そう計画通りだったんですけど、勝者なしは結構やばいねねえ、なんか核戦争ですよね。さあ、先方は中島さんのガイル対焼き鳥ホークですね。はい、やっぱ焼き鳥乗ってますね。そうですね。うわー、割ってか、おっとダブルサマー、なんかボタンの押しが見えましたね。溜まってた、しかも早いですね。早かったですね。うっと、ちょうどギリギリ溜まった感じなんですかね。おっと三角で潰して、これはアントビからクソゲー。いやー三角禁止技にした方がいいんじゃないですか。あれ、いや禁止にしたくなる、禁止技でしょあれ。どうなる、うわーっとつながる。それ言ったらエソンダのタッチションパンチとか相当チートレベルよ。いや禁止ですね。あー三角、あー三角から、おい、あこれ三角パンチしてるだけマンかそうっすね、剣、S 剣とかのジャンプダイパンとかも汚いと思うけどね、あれも相当汚いですね。そうですね、ただあれは即死しないんでね。え、まあ、勝利まで繋がってめくりに行ったら死んじゃうか。まあそうね。さあ、友田ベガが X ホークだと、まあいい感じの勝負、まあホークのハメ精度で試される感じはするんですが、 S だと立ち回りがいけるっぽい。そう、そんな変わる。コパンの存在はどうなんですかね。コパンの存在って結局何、本体ぶち当てるようにすればあんまり変わんない、あんまり変わんないんじゃないかな。強いは強いけど、ブランカとか困ると思うけど。逆にあの立ち台キックさあ、こっからクソゲー。さあ練習、練習ができる。さあクソゲーモード、しかしゲージはあっても抜けた後にどうなんですか、やられると。もうあの上入れっぱにしてホークがミスるのを待つしかないんですかね、あのるとね。あれもそうですね、出しちゃうともう死んじゃうじゃないですか、まあ、これかな。クライバックジャンプが一番いいの、クライバックジャンプが良さそうですね。うまい、さあこれはうまい。とピオリジーからピオラステテンテンテン、トモザファイブと負けるとやっぱ減りますね。まああれもともと減りすごいからね、半分ぐらい減るからね。ねえ、さあ丁寧に、しかしホークは安易な飛び込みはお釣りをもらうだけなんで、実際の立ち回り自体はベコの方が強いんですけれども、さあ、ダイヤ2回転目から歩けるのが、クソゲー開始、ちゃんと暗いに対しては連続技入れてる。分かった、そうだ、S ホークだったらいい理由が分かった。あれまた俺ですよ。S ホークだったらベガにちょっと行ける理由思い出した。あの大足2回転目からそのままはめに行けるんだよな。 X だといけないんだけど、そう S だと足あの回転が早いから間に合うんだ。そうそうそうだ、そう思い出した。明確に行ける理由がありました。さあまたしてもさっきはやられたけど今度はやらせへんよというところなんですが、どうなんでしょうか。永田正月学習する男、
さ、学んだ。先ほどの敗戦から何を学んだ永田正月。頭突きを学んだ。さあ確かに間合い取りが先ほどとちょっと違う。ちょっと遠い。さっきはもうちょっと近かった。払い蹴りをするかどうかという感じで、先ほど戦っていたような気がするんですが、今度はちょっと遠い。遠いですね。明確に遠い。さあ5パンで引っ掛けて昇竜から画面端はやばいぞ。しかし頭突き回避から払い蹴り。はあこれは張り手体育。今の前だとコンドルで突っ込んできても張り手と相打ちになりそう。さあ大足、大足の回転が速い。さあ張り手攻める攻める。体力リードを取っていい感じの間合い。しかしここは隙を見て前ジャンプを通したい。さあためがないところで通したいが、これは頭突きで返して冷静にガードをコパン対空から削る。さあコパン、コパンを振るだけかと思いきや前に出て出足払いも振る。コパン対空から潰して、これは冷静にガード、そしてしゃがみコパン張り手。これは明確に何かを学んだ。いやこれはまだあのチーム残りチーム何人かいるんで、このいっぱいチーム、そうだ何人かいるんでね。さあこれは海外遠征とかね、この2人結構一緒にしてるんで、そこで当たることもあるということで、結構まっつんさんは永田正月対策を立てている。下がる。さあホンダステージだが下がって安全な間合い、張り手近づけない。迂闊なところでは波動は打たないぞ。打つ。さあ昇竜が待っている。さあこれはうまい。着地に小足から一文字割り込めない。さあコパンで止めて、さあ永田モードに行きたかったが張り手に中盤が置いてある。さあカウンターで昇竜から遅らせ台足飛んで、しかしここは昇竜垂直で避ける。しかし未だにこれは剣のペース、どこかで何か読みを通したい。ガード飛ばす、止まる止まる止まる止める。さあ昇竜を警戒しているか。ここで一旦離して、ここで全部波動で削り取りたい。しかし冷静に永田避けていたが、そこは垂直ジャンプに対して大キックということで、ま、これはまたしてもマッツン焼き鳥チームが退ける形になりましたね。はい、ということでさあ、これは次どこここですか。こうかはい、下じゃ次が、ヨーアット出番のミルキームナーリチーム。何もせずしてベスト4ですからね、美味しいですよね。波動2回踏んでボッタチにも波動当たったと、八百長だっていや八百長じゃないよはい、という、ミルキムナリチームと福山瀬尾チームですね。これで決勝戦進出がどっちになるのか、まあ、真の決勝戦はあれですけどね、皆さんご存知、お分かりの通りなんですけども、勝ってるチームが消えてくってなかなかすごいルールいや負けてるから、勝ってはいないんだよ。勝ったけど勝ってないんだよ。じゃなくて勝ちチームが2連勝したら俺に負けたチームは消えてくわけでしょ。だってそうそうそう、2連勝したのがいけないんですよ。帽子がいけなかったんで赤ちゃんみたいな感じ。そう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 さあワンピー側がミルキームナルチーム、ヨーアット出番のミルキーとムナルチーム。キャラクター的にはサガットベガということで、セオチュンリーをどうするか。ミルキーずいぶん久しぶりに見んだけど、俺新宿のねカーニバルにね割とよくいるよ。あ、そう、何回か見るね。さあムナーリさんのようですねムナーリおじさんね、サガットすごい強いですからね。さあ相手はチュンリー。
セオ投げて。セオ君先方ですか。そっか、おな、随分来たな、随分。と、なんだ今の。が無理やりアッパーカット。まああの位置だとお釣りは入らない、もしかしてガードしても。と11時半。残り30分。残り30分か。30分か。ちょうどぴったりあたりであれなんだけどな、決勝戦の予定だったんだけどな、時間余るね。余るね。さすがにあれだね、あの試合数が少なくなってるからね。おかしいな。計算が、計算が。この企画失敗やっぱ。あれちゃんと僕と永田さんとで一生懸命考えたのにな、10分ぐらいで。LINE のやり取り2回ぐらいだからね。そうそう、これでよくねみたいな。あ、なんあれ、なんか勝ったら俺となんかそういう豪気っぽくてかっこよくねみたいな感じで、なんかそんな感じで、ね、戦列フルヒット、これは痛い。どうでもいい感じで決めちゃいましたから、さすがにね。あとタイガーに行って、いい投げ。ちょっとアッパーガットだったのか今は。今ダイパー見えてましたね。さあ瀬尾くんが、これ瀬尾くんがあれですかね、永田さんと対戦したかったらどうなんでしょうかね。さあ、さあ決勝まで、決勝というかね、日付残り30分で、ね、30分どう引っ張ろう。困ったな。もう一回はない。さあミルキーが、さあ全部で14チーム出てるトーナメントで、こんなに早く終わるのは俺結構大会運営してるつもりだけどないね。さあゆうべが切れる組み合わせだが、今のくぐり投げうまいですね。体力的にはミルキーリード。さあこのまま投げて、マジで今チュアシビってやる、チュンリーの勇気のある行動ですね。マジか、やる。スーパンでさらって、さらにナイトメア、さあメアで取れる分取って、取れる分取って、あと2ドット、最後1回削りで終わりよぞ。これは最後で行くのか。おっと、大変さすがとは許さんよと投げ返し、投げ返す、やる。ゆめかさん見てますか。そうですね、ゆめかさんちょっと見た方がいいかもしれないですね。そう、そうマジでやる。さあ投げは、投げに対しては背中蹴り、投げ返し、受け身がない、下投げて勝った、勝ったな、ミルキー。さあさあ、ゆうべがさん見てますか。長澤さん、いいですね、これスペシャルイベントってハテナってなってます。まあある意味スペシャルイベントですね、ある意味。しかも X ゲーマーさんがイエスって先に答えてるからね。さあ福山龍 VS ミルキーベガー、ミルキーベガー、先ほど大幅なキャラ差を覆したミルキー、このキャラ差も覆せたかな。あそこ投げ行ったら、今投げ入ったらピュッピュッですね、あの有名がよくやるやつですね、はい、あれね、あれえぐいっすけどね、あれ投げ返せねえんだよなんか。さあしかし福山さんもこのまま黙ってるわけにはいかない。さあ上から、おっと今のちょっと怖い。投げて上から投げられて、さあ真空出して連続技決めてく。さあミルキーが強い、強いですね、今まで出番がなかったのに強い、大抵あ体温まってないはずなのに。お前マジで投げじゃねえんだ、裏回ってさ、大抵投げじゃねえ、今のうん、えぐいっすね結構。さあさあイケイケだ、超強いっすね。そうちょマジか、早いんだけどこのベガ動きが。さあさあさあ苦し紛れだ、逃げ中パンチは、逃げ中パンチで勝ったのはミルキー、ミルキー、ミルキームナリチームですね、ムナリチームですね、はい、ミルキー対象だったので問題なしと。しさあ強かった。したらじゃあこちら側が松井焼き鳥チームといろは竹地チームですね。はい、トネピーさん、炸裂バリアでいいのか、ストレートきつかったんですよ。そっか、シューパンチ、へえ、それは考えてなかった。中キックをしちゃったかな、タッチ中キック、そうですよね、シューパンか。今度やってみます。さあさ
これはまた焼き鳥戦法ですね。はい、これはどうなんですか、あの永田さんですけどもね、複雑なところですか。はい、これね、さあしかしこれ S ガイル、 S ガイル対 S ホーク、スーパーって稼働してる時間短かったと思うんですけど、6ヶ月ないです ね、 ね、 これね、大体6ヶ月ぐらいですね、はい、当時どうだったんですかね。当時は当時この S ホークのあれ研究がそんな進んでないからみたいな、いや話ができるよねぐらいの、残儀できないけどみたいな感じで。さあ S ガイル、まあ、あー終わったくせー。さあ画面端ちゃんとミスらないぞ。しゃがんで食らってんのはちゃんと見て、うわあれはもうしゃがみくらいから投げに行くぐらいじゃないとダメなんですよね。あーもうあのサマーは見てると、もしくはしゃがみくらいから中盤とか擦るとかね。あーあえてダメなのあれ。ジャンプすればいいのかな。そっか、じゃあ苦し紛れでアッパーで食らって立ちぐらいっぽくしてごまかす。ああそうね、うん、あとは真下で食らって立ちぐらいにする。それもありますね。それだ。さあしかしタケチーとこの中村さんのねホーク戦攻めるんですよね。まあっていうか、やっぱりあのエソンダでやってる時もそうなんだけど、攻めないとある程度攻めないと体力奪えないんで。うわうまっ、今のはちょっとエグいっすね。あの今のは完全にグロ画像見ましたよ。そうですね、今のは完全にあのコンドルで近づいた時点で2択なんで。はいはいはい、はい、あそこでコパを重ねるかフォアをやるかで純粋2択になってるんで。さあさあ打ち切り、悪くはなかったが打ち切り、これは落ちるりはないですからね。ないですね、はい、ここでトマホーク出しても大丈夫と。ないですね、さすがですね。だからあのアローが短くなった時にたまにスカるんですよね。はい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 、ショーアローがそれにかけて立ちガードしとくみたいな、立ちにしとく。ああはいはいはい、っていうのは当たらない時のやつね。そうですね、はい、ありかなとは思いますね。うまい反応したけど、いやちゃんとうまっ、ちゃんと今タッチダイパで投げに行くのにフーリガン仕込んでるんでうまいですね。うわーおっと、ああだ危ない、危ない。さあただタケチーさんはそう剣戦ですね。勝ってしまいましたよ。これは永田さんノーですね、はい、ノー永田ですね。マッツンもちょっとね、中村くんはね厳しいと思いますよ。この組み合わせね、中足うまい、おっと開幕飛ぶ、開幕シネル行動、ちょっとグラス飛び、ちょっ二択に行くぞ。さあマッツンも攻め攻めですね。実際に2択はね、これはね、あのうまっ、剣的には足なかなか振れないんで、おっとフーリガン、さすがキャミーボーン、完売間近、宣伝になりますからね。うまい、前に歩いていく、しかし昇龍、さあ昇龍歩き仕込んでますね。キャノンスパイクに対しては歩いて膝つかみ、おさあ表からと掴みに行く、投げ間合い的には剣の方が広いですからね。そうですね、ただあんまり膝だと五分なんですかね、どうなんでしょう、ちょっとそれがわからない。剣的にはそのまあ波動拳を自由に打てる間合いをキープしたいっていうのはあるんだけど。そうですね、さあ仕込んでるぞ、仕込んでるの掴んで、おあえてスカス、空ジャンプからの掴み、噂のキャミーの同人ボーンです、はい、さあ、ということで決勝進出ですね。これはじゃあ、そのままじゃあ、ミルキー・ムナーリ、マツンチームシドを入れていいの？ん？ないだろ。なんで今シド？でも最初に多分僕聞いたんですけど、永田判断でありって言ってた気がするんですよね。言ってた気がするんですよね。どうですか？どうするっていうか、ここで1チーム消えたとして、そうそう、消えちゃうと、消えちゃうと相手、消えちゃうとミルキーさん、ムナーリさんが自動で優勝になっちゃった、自動で優勝になっちゃうんでね。自動は良くない気がする。これは良くないよね、確かに。で、時間がちょうど良くなってきたから、11時40分で、決勝やってもらった方が良さそうな気がしますね。決勝やってどうすんの？
決勝に立てになった時どうなの？決勝に立てになったらもうそれは、はい、はい、入りますよね。入りますよね。それで負けてしまう。それで負けた時にはどうするんでしょうね。永田優勝みたいな。永田優勝。じゃあ、じゃんけんとワンピツビは決める、ね、ニューキーさんとブナイさん、ゴーゴーゴーやってもらう形で。あ、でも結構あの今回のルールはこんな感じですけど、昔とかだとあの決勝の先に永田さんが一人いたりするルールもありましたからね。あったね。前はね。まあ今回もあるかもしれないんだけど。確か僕が記憶してるのはハルキングさんがなんか決勝まで行ってハルキングさんが勝ったんですよね、長津さんにね。そこは確かあったような気がします。いや、じゃあハルキングにも負けてるし、そうね、まだ20分ある、まだ年を上げてない。スト2の2オン2で20分かかるってないですからね。まず消されちゃったチームで最強チームそんな、まあそれもさあ、そうですね、可愛がりでちょうどいいぐらいの時間だと思いますよ。普通にやっちゃったら結構ギリギリ終わりじゃない、はい、大丈夫。これ最後、え、これ最終試合でしょ。さあ、42分最終試合、大丈夫。どうするこれ。持たせる、持たせる感じ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 ですね。持たせる感じになってきた。さあ X ね、じゃあ試合時間短いんでね。そうですね、あの年明けまでちょっと雑談でもしてますか。はい、まあこれマッツンさん、焼き鳥さん10分ぐらい。これでもミルキーさんのこの久しぶりに来てもあの動きはちょっとすごかったと思いますね。ミルキーすごい ね本当に。あれはちょっとすごい、実際チュンリー戦本当ゆうべが見てるかみたいな感じになりましたからね。本当本当っていうか、ミルキー昔からそのモアとか、何、カーニバルとかで、モア勢の連中とよくやったから、まあ、結構躊躇なくチューンリー来ますからね。自力はあるんだけど、まあそれ以外だとね、ハルキングと酒飲んでる人間っていう印象しかないんだよね。東根さんとね、東根さんとね、うん、まあでも見事なチュンリー戦でしたね。そうですね、瀬尾さんに勝ってましたからね、ちゃんと。あのゆうべが殺すと言ってた。そうですね、なんかあれ5位までランクあるらしいんだけど、あれ実はランクに入れ忘れてる人間が実は一人いて、うん、A4 さんなんですよね。あ、A4 さんのブランカがあれナンバーゼロなんですよ。ナンバーゼロ、ゼロ、殺すリストナンバーゼロなんですよ。あ、そう、そう、なんでまずはまあナンバーゼロがいるということは、なんか紫に聞いたんだけど俺7位ぐらいに入ってるらしいんだ。へえ、あでも7位なんですね、うん、懲らしめなくていいんですね。もうやるだけ。あ、KKY さん、今はねちょっと時間的に時間調整今してるところなんですね。そうなんですよ、はい、思ったより巻きになってる。そうそう、巻きになってるというか、逆 に、 試合が成立してないのが何個かあったりして、何チームか消しちゃったんで。そうですね、勝者チームがね、ね、3チームぐらい消えてるんで。そうなんですよね、それで試合数が余ってしまったという。いや僕もね、さ、なんでそれ、3ラウンド目僕が倒された時、うん、100% 分かったんですよ、100巻なのに中盤を用意しちゃって違うだろうって思って、後でブラストだろうっていうのは、読めてるならブラスト一択だろうっていう。まあそれはやってから言ってね。思った、うん、思うのは自由だから。思った、うん、思うのは自由。後でね、もうすごい後悔しながらやってました、あのラウンド。なぜどういうことだって、要は、2連勝したチームがあった場合、俺が乱入するっていうルールになってて、で、俺がその2連勝したチームに2立てすると、その勝者チームはなくなるという、そうですね、トーナメントから消えるというね、そのブロックが。恐ろしいですね。で、それで3チームぐらい消えてるんで、なかなか格闘漫画のトーナメントでもそういうことにはならないですからね。そうね、スペシャルリザーバーとかいたりするからね、ヤシャザルとかね。ね、言ったらもうヤシャザルが全部やってしまった感ありますよね。あ、そうね、ヤシャザルが全部殺したみたいな感じで。これはこれさあ、あれじゃない、なんだっけ、実際さ死んだのってさ、消えていってしまったチームは3チームでしょ。スノッピさんとセロテープさんチームは、違う、ジェネさんと教授さんのチームが、ジェネさんが似立てしてしまったせいで消されました。
で、トネピーと破天荒チームはトネピーが似たって知ってしまったせいで消されました。じゃあここをさ、はい、悲しいですね。本来じゃあやってたらどうなったのか的な感じで、さあこの3試合だけやったから。他は、イサジさんとニーヤさんもイサジさんが2連勝したったせいで消えたんですよね。ここ3試合だけ悲しいですね。3試合そんな大丈夫ですか。まあ、イフで的な感じ。まあ、それで勝ったが、なんてことは勝ったなんもないんだけど。なんもないの。なんもないけど、つらじゃあ、1え、時間ミルキー・ムナーリとこのジェネ教授、はい、やるんですか。負けた、もう消えたチーム同士でやった方が良くないですか。で試合1個余っちゃう。まあ、確かに。ああ、じゃあ やりますか。はい、じゃあもし、イフというものがあるんだったらやりますか。はい、消されたジェネ教授チーム対ミルキー・ムナーリチームで、これは勝っても負けでも何も起こりません。なんかかわいそうだから1試合やらせてあげるってこれで2打てしたらまた船田さん出てくる。これはさすがにもう2打てして、もう存分に2打てしていいぞ。勝っても長さん出ていいんじゃない。そうだ、いいじゃない。いや嘘、これおかわりもいいぞって感じですか。そう、殺されたんだみたいな感じ。さあ、ちゃんと食べろって。さあ、おかわりもいいぞ、つらいぞ。さあ、じゃあやってもらえますか。ミルキーチーム。ミルキーチームとじゃんけん、目の前にいるよ、ミルキー。最初はグー。さあ、つらい。これ勝ってよ。さあ、世の中もしもがあったらっていうのはね、もしもなんかねえんだよっていう風になるんだけど、まあ、今回もしもがあるという。長瀬さんへ、ジロ券から債券回収しました。マジで6万8000円具体的積もりに積もった債券。すごいな、ジロ検査優秀だな。取り立てありましたね。あったね、すごいな、ジロ検有望なやつだよ。成功したんですね。いや、今日だもん。うん、こういう指針があるキングボンビーじゃねえかって勝ったチーム潰してきたのねみたいな感じ。キングボンビーよりひどいですからね。目的地に着いたらキングボンビーつくみたいな感じですからね。あ、そう、うん、あ、そう、ひどいですからね。あ、そう、確かに一着なのに。おい、1万5000円だけですかって全然臭い。手付金みたいになってさあ、あと4万3000円は、これはジェネさんが似たてしてもう一回永田さんを呼び出すつもり。まあね、金の切れ目が縁の切れ目というなんか話があるように、まあジロ券から全部金入ってきたらね、ジロ券とのつながりなくなっちゃうんでそこそういうことなんですね。まあ適度に貸しておかないとなみたいな感じで、先方はミルキー対ジェネリー。うわー、やべえな今ダブルに見切って投げ、恐ろしいですね。なんですかあれ。まあオンリーワンの戦法をやってくれますね。まあそうですね、うん、S チュンリーでこんな戦いがするやつ一人しかいないですからね。動画映えしますよ。そうですね、この間のなんかバーサスの東大戦でちょっと活躍したからってね、なんかねすごいやつみたいな扱いになってるけど、違うんですか。すごくないだろう。あ、うまい。リアル人間の立ち回りはすごいよ、確かに。なるほど。ね、俺はなんか40歳になったら北海道行って脳垂れてるとか。あ、はい、生きていても若き頃の、そう、生きていてもつまんねえとかね。あ、アリシのジェルティー。あとはね、いや、小銭は持たない主義だっつって駐車場に小銭をなんか10円玉とか1円玉とか5円玉とか投げ捨てる男だったのよ。結構やんちゃですね。やんちゃっていうかね、なんかおかしいやつなんかスト2ターボ出てこのゲームつまんねえからやんねえとか言って、俺やってるところ見たらなんか俺フランス料理怒ってやるよとか言って周りのやつに言い張ってて、はい、結局最終やってたんですか。え、結局最終的にごめんっつって俺遊ばせてくれっつって言ってあん時なんかこれからの時代は龍子の剣だとかって言ってるね。おっと、ミルキーが龍子の剣結局やってたんですかね。まあすぐ飽きんの分かんじゃん龍子2ださあ、吉尾さん来ましたが、とジェネティジェネティさん、本当でもこういうのうまいですよね。そうね、玉なし戦うまいですよね、本当に。
まあ、今よくない会社。ジェネティの逸話としてはそのマッチホンダ初代卒の時にマッチホンダってやってて、はいはい、ラウンド10までずっとお互いなんかあのずっとダブル KO 体力あのダブル KO するつもりだったんだけど、ゾーッと投げた。うまいですねこれは。それは何ですか、あのお互い体力満タンのままってことですか。ま、待ってるホンダが、ま、端端で要はあのそうか、しゃがんで待ってるホンダに対してジェネティも何もしなくて、まあ、確かにホンダもダメージを取る方法がないと。でドローゲームでラウンド10まで行って最後にホンダが突っ込んできたところポクってやってジェネティ勝ったとか言ってあそこまで待ったんだったらなんでダブル系をしねえんだよみたいな感じで10まで行くともう終わりなんでしたっけ。終わり終わり。さあうまいぞこれ。またこれ永田さんってやりたいみたいな強い意志を感じますよね。イフが怒る。さあムナーリさん、チュンリーちょっとうわうまいぞ。ちょっとうまいぞ。あんななんか端っこで左右入れ替わるなんてスト5的な立ち回りですね。結構近代的な動き。うまい。おっと投げ返す。投げて投げて。さあどうするジェネティ。さあこの距離のグラブ以外はそうあれしかないんですよね。百列でもいいかな。うわ飛んでーな。高い。減らなかったな今。今のは減らなかった。シューキックにしてはね減らなかったですね。さあ百列。最近連打を練習したと。連打を練習する出るようになったっ。おっとアッパカット先っちょ当たる。おっと飛び越えてあのアッパカット。おっ出るぞ。いいアッパカット。あのしゃがんでピシッてやってるのがなんかいい感じですよねあのスピニングちょっと慣れてないときついですね。おっとアッパカット知ってる感じの今アッパカでしたね。このおじさん動き惚れ惚れしますよね本当に。飛ぶ飛ぶやばい。おっと台足で可愛がりは存在せず。しかしさあしかしこれはガールシム冷酷なんとかカードだっけ。なんだっけ冷酷神髄カードですね。神髄カードだっけ、はい、ハイパー冷酷神髄カードなんですよねこれね。まあ小高ね言ってましたね、うん、さあ KKY が大キックなら勝ってたなと。なるほど。イフにああミドルに行けばどうとでもいいけどねさあ、これうまいぞ。これは厳しい戦いになるぞ。どうなんですかね、教授さんはこれチューブで教授4代目とかでやってるんでしょうね、おそらく。うおっと、しかしこれ1本サイド今2ヒットしたの偉かったですね。だいたいなんか 1になる時もあるぐらいなんですね。1になる時もある、うん、膝しかない膝しか当たらないっていう悲しい。しあれだけ歩くあれだけ当ててんのにまだ差がと負けてるからね。辛い辛いですね。これがキャラ差だというのがよくわかる。さあ飛び寄り台打ちで、しかしこれは全然全然ですね。全然ですね。さあジェノサイドが頼みの。うわおっとアッパカと当てて。いけないいけない。行かなくてもいい。でもこれは今ちょっと怖かった。うまいっすね。さあ KKY さんが最強になってる。完成勢最強よと。確かにベガ立ちしてるやつが一番強いんだと。何のリスクもないからな。ないですね。まあ昔はベガダジデじゃなくて解説君とかそんな感じで水子とかねそんな感じで言われたり。水子水子あの水子はハイスコアラー用語なんだいたい。ハイスコアやってる人間が後ろでなんかあの取り付いてる。そうそうそう、ボート見られるみたいな感じ。なるほど。わーっとしかしこれ頑張ってますね、まあ、解説君も結構その何あのスコアラー時代からあるような話で、うん、あそこで何これで稼がないかとか言って、まあ、大したことねえなみたいな感じでじゃあお前できるのかって言ったらできないっていうね難しいところですね、うん、うわーっとあーっとさあ教授がちょっと勝ってますよ。しかし微妙な体力。おっと投げて勝ったのはムナーリおじさん。ムナーリこれは強い。頑張った。さあ結局やはり勝ったのはミルキムナーリチームが勝ったということでよかったですね。そうですね。じゃあ福山瀬尾チームとトネピー破天荒チームですね。大丈夫、大丈夫、時間大丈夫です。54分です。まあ大丈夫、大丈夫です。もともと決勝戦はあの新年のご挨拶元井長戸さん あのお誕生日おめでとうございます、お祝いしてからスタートする予定だったので問題ないです。まあこの時間で形成でキャキャできてるのも最強です。まあ楽しんだもん勝ちですからね正直。そうですね。さあ
さあもしあれですね、トネピー破天荒チームが勝ってたらどうなってたのか。そうですね、もし勝っていた、まあでも瀬尾くん強いからね。そうね、中盤が死んでるっぽいと、立ったまま死んでいるみたいな。あ、スピータスさんですね、来てください、待ってます。なんか今日沖縄でゲーム大会あった、コザでゲーム大会あったみたいなこと言ってましたけど。あ、そうなの。ツイッターで見た。まあまあまあ、さあボタン引かなかったとのことなんで、もうさっさと、あれ今もう聞いてんの、聞いてないよね。あ、セーフな。あ、セーフ。まあまあ行きましょう行きましょう。さあ、どっちがどっち、色で言ってくれ。今福山、あれ福山さん茶色じゃねえから分かんねえんだよ。そうね、福山さん黒い方ね。ジャックパンカラーが福山さんと。さあダッシュカラー、まあつうかね、破天荒さんがね、ここのとこね、ニーアーアドバイスというか、なんていうかね、非常に上手くなりましたね。余計なことしやがってみたいな感じで。いや、ちょじゃなくて、人が上手くなるのはいいことじゃないですか。いいことです。今の聞きました。今の。まあ、ジェネティさんからあれですね、永田正月小さいと。しかもスピードさん初耳ですとか言ってるけど、沖縄大会。あ、そう。俺の見間違いか。さあ屈伸からと歩いてるとしゃがみアッパーなんだ今のは。さあさっきだって破天荒さんさ、永田さん戦すげえ熱かったよね。そうね、龍、でね、本田戦ができる人がね非常に少ないのでね、破天荒さんにはあれですね、新谷さんに教わってぜひ本田戦できる龍になってほしいですね。そうですね。さあしっかり勝負やってて、福山さんも俺だって川俣さんに教わってるんだって。川俣君と3時間対マンとかさ、ゲロ吐きそうになると思うんだけどさ、すごい、まあ、俺も新宿時代よくやったけどね。さあ真空ぶち当てて勝ったな福山。福山さん、うまいっすね、やっぱ師匠の坂。さあ57分、もうすぐ年越えるよって感じで、有権には厳しい長田。58分になりました。さあこの試合で終わるのか、今年が。そして今年最後の映像が、利根川がマジか、ブラスト、いい近くね、今の勝利権当たると思うけど、近いですね。さあ空中竜巻で無理やりと、うまい、中足ハイヤー、うまい、あれはうまいっすね、投げて、おっと、いや今自分で勢い止めちゃいましたね。第5スまで行った後に、さらにもう一回中腰やるぐらいの、もうちょいゲージが溜まればね、ダルシンも沖縄に譲るさ、そうだね、なんか譲る君行ってみたいだね。さあトネピーペースで進んではいる試合は、2016年も残すことあと1分ちょい、私の時計で58分です今まだ。さあ今もう59分になりましたね、ラスト1分。さあ投げてユンピョーで利根川が勝つと、そして出てくるのはセオ。さあ利根川、2016年の一つを占める男、利根川なのか、あとも終わってしまうのか、2016年以内に。さあ粘れるか。さあドリル当てて投げ取って、さああそこパイレーツやりたいよね。はい、カウントダウン始まりそうですね。そうですね、はい、そろそろ戦列は出してくれて。さあ飛行機が勝だったおかげで3ヒットにはならず、死んだか。ドリル当てて、ドリル当てて、さあ飛行機のダイバー、飛行機。さあもう残すと多分もう20秒とかじゃないの。さあなりました、年が明けました、年が明けました、永田さんお誕生日おめでとうございます。いや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 、ついでに新年明けましておめでとうございます、ついでです。試合やってるから、試合やってるから。さあ新年明けましたね。イフがあったとしても歴史は変わらないのか、多分変わりそうにないぐらいの勢いだ。確かに
なあ先に負けといてよかっただろうみたいな感じでですね。さあ、トネガーのカウントダウンが、新年のカウントダウンが終わりましたが、トネガーのカウントダウンがこれからです。おっと、前ジャンプ中パン、あれは新しい。おめでとうございます。おっと、戦列客で炸裂して、はい、イフはなかったんだと夢見るのもいい加減しようとですね。さあ、やはり順当に勝ってますね。さあ、ラストのイフが、はい、イロハタケチ、イロハタケチ対イサジニア、イサジニアとイロハタケチ、はい、あげますおめでとうございます。お、万学さん、スピリタスさん、あとファンさんですか、はい、おめでとうございます、ありがとうございます。あんまりこの年になるとね、年増えるの良くないんだよね。そうなの、僕らは一生祝い続けるつもりですよ。なんか正直30超えるとさ、誕生日って微妙じゃない。ああ、まあね、ありがとうございます。ゆずるが沖縄、うん、らしいよ。パフュームのコンサートがあるとかそういうんじゃなくて、そこら辺かもね、確かにね。さあ、歴史にイフはあるのか、イサジとニアがイロハタケチに挑む。さあ、ニアのやる気があるんだかないんだかわからないエクソンだか、イロハさんの S ガイルと。さあ、膝入って、膝入って、これは逆に投げて、わざわざ逆に投げると暴れられて投げる。単なるハメじゃねえかよみたいな。長田さんおいくつでしたっけ。ちょっとね、長田さんに年齢聞くのはダメですね。上手だなそれ。長田さんでもまだゾロ目じゃないですよね。あ、ゾロ目になったの。ゾロ目、ゾロ目だ。うん、あれですね、死者誤入したら0歳です。もう誕生です。ブーマーウェルズとか、あとランディバースとかの背番号と同じかなっていう。またそういうところから。さあ、ということで永田正月さんは死者誤入して0歳。ハンク・アーロンの背番号と一緒で確か。さあ、イロハが、さあ、いい感じだったんだ。投げて捕まっちゃった。サマー出して大一丁。さあ、サマー出してピヨって。ですね、イロハさんまだ素直だった。さあ、33か、年取ったらなんで経験がそんな上からなんだよ。しかも何なんだお前は。さあ、タケチが本田を殺せるのか。ていうか中村君普通にね、あの立ち回りされると怖いですからね。本当、中村君あれと強いよね。投げる。あと今日はね、伊佐治さんの本田戦、100巻で逃げられても、スパイラルアウト、あれがねすごいなと思ったね。あれでも S 本田だけかな、 X 本田当たらなかった。はいはいはい、100巻決できるから入っちゃいそうだね。あれってあらかじめ入れ込みのはずなのよね。あ、見てからじゃなきゃダメなんだ。マジっすか。今イサイさんからですね、コメントいただきました。そういうことは先に言わないと。最速ではない。そういうことは先に言わないと。見てからだと。まあ、ベガノを見てからホバーみたいなもんなんでしょうかね。まあ多分そう。中村くんさすがですね、一本取ってますね。おっと、これは見てしまった。さあ、スパイラルアローと投げて受け身はしっかり取っている。あ、刺さったと。ここで逃げた。ちゃんと後ろから行きましたね。さすがに あそこら辺のやる気のなさがニア。さあ、ここでキャミー同キャラ対決。キャミー同キャラ。なかなか見れる組み合わせじゃないですよね、ここら辺。そうですね、なかなか見ないですね。バーサス東西戦とかでもなかなかないような組み合わせだから。キャミー自体がね、全宇宙合わせても50人いないと思われるので、しょうがないんじゃないでしょうかね。さあ、イサジさんのピンクのキャミーが、さあ、あれイサジさんなんか一時期ピンク色やめるって言ってた気がするんだけど、
すごいですね、昔のサウンドノベルみたいですね。ピンクになるとなんか今の梅熟練度上がったみたいな感じで。それはあれですよ、あのほら野口くんがよくやりますよね、あの普段青いフェイロンで怒りゲージが溜まった時は赤いフェイロンになるみたいなあれそういう理由だったの？それあれそうですよ、普段のノジャだったりとか、そこまでまあ伸び伸びやった時は青いフェイロンで、ちょっと大会だったりとか、ちょっとムカついたりとかして温まった時の連行の時は赤いフェイロンですよ、野口くん。そういう理由だったんです。KKY さんから今さっきのあれですね、新谷さんの鬼武装に対してきついコメントがついてますね。まあ、キチガイスパーコン間違いないですね。知ってさあ、連キャン風鈴が、うん、しかもショーめくってからチューチュースパイラルを削ってフーリガン、お互いフーリガンだったら勝ったな、タケチ。やはりイフは起きないと、イフは起きないということで、さあ、ではね、気も改めまして、はい、真の決勝戦いきますか。はい、でもじゃんけんも終わってね、先方も決まっていたので、はい、ここからやりましょう。じゃあやりますか。はい、で、吉尾さん、吉尾さん、さっきいましたよね、吉尾さん、吉尾さん、吉尾さん吉尾さんに最後のね、まあ、トネピーでもいいけど、新年明けて一番最初のね、疎通の実況、吉尾さんマイク持ってくださいな。さあ、はい、どうも、はい、新婚の吉尾さん、いやー新婚じゃないか、別に新婚でもないですね、もはやずいぶん経ってからね、はい私も31日まで仕事があってですね、大変でございました。まあ優勝決定戦なんですけれども、はい、エムツン焼き鳥&ミルキームナーリと、おー、随分と渋いチームですねなんて言いますか、出てたら優勝者なしの大会、そうだよさあ、先方は決まっている焼き鳥、そしてこれベガが当たれば結構いいんじゃないですか。さっきのね、おっと、ミルキーのセオ君戦がすごかったんですよ。おお、なるほどなるほど、ゆうべが見てるかって感じでさあ、弱サイコで行って、もはや最近ですね、関東疎通勢の中で、はい、ユーレガっていうのがなんか共通認識ワードみたいな感じになってますと、これは画面端やばいです、単なるクソゲーかクソゲーでした。しかもなんかね、なんか箱が壊れた後の次のやつって、うん、なんかめくれる場合あるんですよね。なんかうっかりジャンプジャックパンチでめくっちゃうことがあるんですよ。なんかあ、そうあれが吉尾来たかって、このファンさんは何、吉尾知り合いじゃない、ファンさんどうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。さあ、しゃがみ中キックダイキック、あれでピオリッチあの後結構強気にいってもいいかもしれない。おっと、ここでサイコに対して、おっと、しかし飛んでいる、これは行く、これは行く、あーあっと、あー、おー、投げました、投げ返す、暗い投げ返し、ね、なかなか今のはいいですね。まあなんかね、斜め入れっぱりらしいですね、ペラって投げ返し、ただジャンプにもなるし投げ返しもなるらしいです。おっと、なんかあとはサイコに対してこの男が合わせてくるかどうかの話になる。あら、引っかかった、珍しい。しかしゲージはある、あでと逃げて逃げて、あーと捕まえ切った、単なるクソゲーでしたなんかスト5でああいう光景よく見るよね。え、スト5でスト5はでもね、もう画面端っこで投げるゲームだからねまあそうですね、プラス2フレとかいう変なワードやめてほしいですね、スト5はさあ、ムナーリおじさん、これね、なんかね、五分らしいですよ。五分？五分らしいです。下がっと有利に見えるんだけどね。五分らしいですよ。X なに、ホークだったら何？ X ホークだとなんか64ぐらいで下がっと。あ、早すぎた。と、謎のつなぎ。今のしゃがみ強パンって正解でしたけどね。ちょっと早すぎました。さあ、ムナーリおじさんが取り返す。おっと、中足には入らず、これは、ね、同時入力ですよ。これを黙らせてからこの同時入力ですね。なので、おっと、タッチ中パンチ、タッチ中パンチ、タッチショーじゃないですか今ね、多分わあ、ちょっ
遠い、ちょっと遠い、ちょっと遠い。なんかお互い漏れまくりですね。さあ年明けての勝負がサガット対エソークというなかなかレアなカード。やっぱり、ね、遅いステージなら結構下大会見てからテイクコントロール現実的なんで、はいはいはい、あと上に引っかかんなければって感じですよね。そう結構砲丸も待ってて置き詰め2択ですけど5番ガードしちゃえば確定なんですよ、はいはいはい、同時入力で。なのでそこに読み勝てばうまいと前に降りて投げて、まあフォーク自体はね投げられ判定はでかいですからね。そうですよね。そうなんです。ですから非常に大井町とフォークの台風では、ほぼほぼ五分なんで、ほぼ五分でしょ、フォークが勝つという認識はやめていただきたいというそういうことです。はい。で、はい、県対サガット、はい、最近ではサガット戦だいぶ練習したと、松尾さん言ってました。最近でここ2年ぐらいですかね。ここ2年ぐらいなんか流線とサガット戦はさあなんかやはりさあ距離を見てあっつんが画面端行っちゃうとだいぶ距離なんですけど行くまでがきついんで、はいはいはい、やっぱりそういう立ち回りをこう重視するというところですね。やっぱりサガットはその何中間回りで下に技を置かれると相当やることなくなるからそこをなんとかね。そうですね。もともと例えばその歩き勝利貸し出すでサガットを黙らせるみたいな立ち回りは松尾さんもともと得意なんで今度それをね画面端まで持っていくっていう。おお、まあ、昇竜拳に対してはちゃんと立ち台パンかなんかでお釣り入れないといけないんですよね、これ確か。そうそうそう、あと、まあ、で一番いいのは中2なんですけど。あー、うん、あーあー端っこ行って削れっぱで、まあ優勝チームは松井チーム。ちなみにやっぱねあの立ちジャッキックのスカリに前に歩いてこうね押すっていうねこの川俣の理論がありました。さて、トーナメントの方は、松井焼き鳥チーム優勝ということになりました。なりましたけども、はい、ということでさあここからが、特別ルールの恐ろしいところ特別ルール、ここからが特別ルールの恐ろしいところ、まあ、ルール聞いてないけど俺言っていいのかな多分そういうことだと思います。あの私もあまり、長田来いって長田来いって言ってますすっごいってガイルステージはちょっとあの地形効果つくんでやあのあれかもしれないですね。はい、あんま変わんないって言ってます。あんま変わんないそうです。まあ私はあのこの間小高にやっぱあの地形効果やられましたからね画面端焦がしたのにさあ今日2度目2度目ですか。2度目です。わさあ投げに行きました。 S ホンダだから投げに行っていいだろうみたいなそういうのありますね。さあそこで2択勝利ですね、うん、さあこれどういかですか。今の逆に1回目投げ見せたことによって2回目の仕込み飛びで画面端まで持ってったっていうのは。なるほど。で下がって波動拳打てるとこの辺で実は松田超うまいんですよね。こういう試合の作り方がミスをミスにしないっていうことですよね、うん、うまい、ね、あれ投げれば投げれば OK ですからね当然、うん、さあそういう試合展開も実はすごいうまい松田さんで使える中パンチあと一発までやってきました。チワシあ、まあそうですね、うん、うわー、永田モード来るか。カラキャン勝利はね、ちょっと難しい説ありますからね永田しかし、台足をここね払い蹴りガードするとね、うん、終わっちゃうんですよね。払い蹴りガードの後が永田モードがね、あれなんですね。さあ、2回目で飛んでみましたが羽生地打っておらずというところ。さあ、垂直で避けてうまい。さあ永田さんはなんで踏まねえのみたいなことを不思議ですね、誰かが言っておりました。永田さん避けるじゃんとか言ってたところいや実は避けらんねえ弱波動。永田さんがすげえ勝ったっていう話ですね。弱波動を避けるのはとても難しいということださあ食らって確定。今ですね2ヒットいいかもしれませんがどっちかといえば空中で落としちゃったかもしれません。ああ遅めに遅め、これは連覇削り圏内これありましたね。はい、とりあえず1回でいいんですか。はい、もうあの焼き鳥さんはいなくなってるんで。あ、そういう感じなんですね、はい、あ、永田、永田連呼、永田連呼したいや、永田、まさかの連呼。そういう、さあ、どういうことなんですかね。さあ、やはり近いところだと弱波動を飛ぶのはちょっと難しい。今、俺と今中波動をバックジャンプしましたかね。すごいですね永田さん、お、これはあえて食らってというところでしたが
バックジャンプ強パンが頭突きに勝つと強い。あれきついですよね。あれきついですね。バックジャンプ追えないっていうのもちょっとこういう組み合わせにとっては非常にきついというところ。さあまたしても波動モード。さあ長津さん、ここは冷静に避けていくがシャーミチューパンチに使える。引っ掛けていい。さあこれは今からジャンプだと透かせてましたかね。どうでしたかね。今の透かして今ガードになっちゃったんですよね。ガードになってましたからね。そうガードでいい昇竜みたいな感じだったんで。もさあですかね。波動拳からスイッチはだいぶ遅いですよ。しかしこれ体力もうガードしている。これはやはり本田戦に自信抜群。さあ立たないですね。いいところを詰めていきました。永田さんが席を立たない。立たないですね。足組みましたからね。まあなんか三先みたいな感じなんですかさあ今三先になったみたいな感じなんですかね。実際この龍拳に対して結構情報収集必要なんでね。ああそうですね。確かに特にこのその日どうするかっていうのもあるんで、一回勝負って難しいですよ。これですね。これでガードできるというか、ね、うん、そうですね。この空中落とすのがね一番理想形ですね、うん、さあ2ヒット下。さ今下がりながら小波動、うん、これは張りって打ったんでね。足払いの松井さん独特のね暗い足払いを読んでいたというところですかね。さあ張り手張り手すぐ止まるの本当におかしいな。もっとめくり百貫になった無理せず正面から行くが、さあリバサは勝利ではなく台足。うまいカウンター前飛びだったけど、これは弱突きが間に合っている。ガードにいましたね。安全重ねにはなっていますが、さあしゃがみチューパンに投げる。長田投げが来た。新年一発目の長田投げこれは何ですか。さあということで鬱憤も晴らしたというところで、これニーアーさんが行きましたよ。ニーアーさんがなぜかニーアーさんが俺永田とやりたいっつってまさかエクソンだったやつさあ優勝はなんかふわっとしたけど、優勝は松井さんってやってるんですね、はい、さあわざわざ入ったってことはなんか秘策があるんですかね。そんなにどうなんでしょう。先ほどねちょっといい戦いして負けちゃったんですね。おキャンセル100巻でリバサを潰してきましたが、もう一回キャンセル100巻。さあお互い起き上がりにさまざまな疑惑おお歩き鬼ベスト。今のはでも相当狙ってったかありましたね、はい、今のはちょっと面白い。おおマジで、すげえ飛ぶ。おお飛ぶマジで、張り手に払い切りなんて入ります？足払いで勝てるんだ。さあ疎通歴20運年のジェネティさんが初めて見たまさかのねさあ確かになんかね S ホンダの張り手って特定の下段技がちょっとたまたま刺さる時もあるんですね。ああいうのがね。なんかねクロッチさんがねブランカのしゃがみ中キックじゃなくてしゃがみジャックキックなんかでるみたいだね。そんな情報を昔。うわー投げるピオルか。ピオラない。まだピオラない。さあ大一を2回からあーあーバックジャンプゼロドット。今のはちょっと面倒くさくなってしまった。頭突き出てしまったいやあのねもう、うん、大一を2回から頭突き相打ちになったのにピオンなくてちょっとやる気なくなったみたいなのがありましたね。じゃあこれは今ねちょっとあの写真撮影が行われております。百列止めたから食らったんじゃないのとは言うんですけど、百列止めたらあの隙ゼロになってるんで食らわないはずなんですよね。そうですね。そうね逆に食らわないですよね、はい、うん、逆にあれ刺さる時あるんですね。払い蹴りね張り手にね。え負けると手が上に行ってる時は刺さると。なるほど。ちょっとその半分を引いたってことですねそうさ今本人から解説がありました、半分を引いたってことです、はい、真ん中でもダメ。上真ん中下でしょ。真ん中相打ち。真ん中が相打ち。なるほど。下は相打ち。まあ相打ちか一方かどっちか。3分の1引いた。まあ疎通歴26年のジェリティさんがね初めて見たと言ってますから。そうですね。まあ間違いないでしょう。ということでこれなんか長津さん一言というか大会が。百列をやめたからだったんですか。やめて前か何かに入れてた。あ、なるほど。
さあ KKY さんも、ね、こんなところで発言してますけどね。KKY さんがなんか正解うかつな発言をするとみんなの品質をかぶったのがこの間のガイルチュンリー事件になりましたから。ね、そういうのはちょっと気をつけていただいて。いや気にしなくていいでしょうみたいなことね。レッドの前打ちですかね。はいはい、相打ちになる可能性高いってことですか。相打ちでも悪くないですよね、ダウンですからね。さあ、新谷さん曰く、相打ちになっても悪くはないというところですか、ですね。さあ、で、これ、この配信は半まで。配信12時半まであと10分ですね。ということになりました。今これはの試合をなんかしてるんですけどね。いやもうね、眠くて眠くて配信ね、1個こなしてきたとこですからね、吉尾さんね。何の配信だかはよく知らないけど、なんだかはよく知らんが、ニコニコのなんだかはよく知らん、当チャンネルとかってちゃんとしたやつだから。あ、当チャンネルとかのやつだったんですね。格ゲーマン以外もすげえいっぱいいてた人が。なるほど。コメントとかすごくて、スト5部門のことで呼ばれたんですか。なるほど。なんか幕末志士って有名なゲーム実況者が有名らしいですね。出るっていうので、ね、うちの夢が結構ファンだからさ、むしろそっちで、なるほど、吉田さんこれ出るのとか言って喜ばれた。なんか俺、いや俺出るらしいみたいな。そんな感じだった。コパン竜巻のね、終わり際をね、はい、コパンドトスはジロケン流ですよ。これはね、ジロケン新ネタとしてかなり正しいやつね。いいの、いいことなの。いいことなの。竜巻の下りをコパンドトス、裏からコパン、まあ表でもね、ジロケン流ですよね、これそうですね。竜巻の終わり際を振り向いてコパンドトスというのがこれ、ジロケン流です。いいのそれは。え、コパンでいいの。一番まあ安定してます。安全、ね、一番安全です。そうです、一番安全なんですけど、竜巻のガードよりもダメージは低いんじゃないかっていう期待値が。まああの さあ横綱もですね、横綱もホンダの同キャラが好きっていうかなり変わった性癖を持ってるんですよね。ジロケンは年末年始仕事はめだそうです。仕事をしてるんですね、しっかりとしてるんですね。ちなみに吉尾も債権者ですよ、ジロケンの。ああそうですね。そんなことを今ここで言いますか。いやなんかさっき KKY さんがちょっとだけ回収できたって。マジっすか。 KKY さんそれ言ってくんなきゃ。全額ではないけど。 KKY さん、まあ、頼みますよ。手付け金みたいなそういう。さあ来る。なるほど。ジロケンさんがね、あれってことはなんで今ケーキワイさんは富山に帰ってる。富山に帰ってるんじゃないですかね、それだけね。そして富山の人がもう一人ここにいます。そうですね、なかなかスト2戦の年末もいろいろありますね。はいはいはい、富山ヒエラルキー。でも富山ヒエラルキーだと KKY さんは家の位置が結構いい感じなんじゃないですか。真ん中ぐらい。真ん中ぐらい。真ん中なんですか。へーへーへー。真ん中ぐらい。一番上は田舎だったんですか。イサジさんはちゃんと都会、田舎、田舎みたいな感じのヒエラルキー。え、ちなみにジロケンは。ジロケンさんも田舎、田舎、ど田舎。あれど田舎なんですかね。一回僕家行ったんですけど。都会、海、山。いや、ジロケンさんは山寄りじゃない、うん、そうそう、なんか結構その山と海でもなんか構想が激しいみたいな。まあでも富山ってあの山の幸も海の幸もあるんで、ちょっとご飯にね、そうそう、ご飯に関するとちょっと最強臭いんですよね。イサチ経験はジロケンの順ですみたいな。あ、そういうなるほど、そういうことなんですね。林君、林さん懐かしいですね。高岡キャミと残業を使ってる G 林さんって方がいらっしゃる。すごいですね、うん、富山の神。さあそんな彼も椎名祭りとしてね、一時期はビービー言っておりました。
富山ね、美味しかったんでね、ご飯がね。もう美味しいですね、そうですね、あのぬるぬるしてる魚ちょっと食べたいんでまた行きたいですねなんだっけ、ゲンゲあ、なんか昔木村さんとさ行ったら、なんか北陸には幻の魚があんねんみたいな、なんか言ったの。なんか富山ってあの海からすぐ深いすごい、なんかそれいる、すげえ矢印、この大なりの王座いる、これいるこれわざわざ書き直す、これわざわざ書き直す必要あった、これ条件さんちゃうの、確か山の方でしたよ結構、うん、さあ今伊佐治さんのナチュラルディスがすごい飛んだ、 KKY の時点で結構な田舎なのに、そうすごい、このちなみに今あの竜のしゃがみ大キックにめくって飛び込んで、はい、あのコンボくれましたけど、まあ、大竜巻はお腰に、そうですね、1段目で立たせるんでね、うん、のがあるので、あえて大竜巻コンボが入ると、今しゃがみぐらいモーションがないんですよね、あの竜巻に、あ、はい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 、はい、そうそう、竜巻のヒットって絶対立ちモーションになっちゃうっていうなんかことがあるみたいで、ケンスが、ね、さあどっちの方が栄えてるなんかね、話だと不毛になってますから、まあね、あんまり、まあ、ただまあただまだ言ってる、まだ言ってる、あ、いや、まあ、ただ本当言っておきたいんですけど、全部富山県だぞってことは言っておきたいあなたたちは富山県の中で争ってるんだということは言っておきたい、さあ中村さんの剣が超いい感じに中に広げますけど、ボリボリですね、まず前に出てからみたいなところありますからね。今一つは年始のイベントは何がありますか、それでは年始のイベント何かありましたか。年始のイベントは、確かあの東西線がガイル流で、流ガイルでやるという話を聞いたことがありますね。じゃあ小高に任せるか、それは流ガイル、うん、最初の確か、東西線が流ガイルでやる予定だと。あと、そう、一つのイベントといえば、あのアチョのカプコンオリンピックが、789であるはずなんで、X は確か7日の土曜日、なるほど初日にやるっていう、03と、あとなんだっけな、なんか無印ストフォーがあるらしいですね、あとそう、ああ、そう、無印ストフォーも大会やるっていう、無印ストフォーやるとか言って、なんかストフォー売る方でみんな豪気、俺様の豪気やなとか言ってなんかまあ結果っていうことでね、ありますと、なんかね、あのセロテープさんが式の宣伝をしたい、宣伝っていうか、いや今度の金曜日1月6日はなんか、うん、あのなんかマジアカか何かでしたっけ、なんか他ので貸し切りみたくなっちゃって金曜日対戦会ないので、もし来ようと思っていたらば、その翌週お願いしますということで、はい、いや KKY さんの地域パワーゲームがまだ続いてましたけどさて、カプコンオリンピックはね、昔中西が総合優勝を狙っていた優勝正しいイベントですから、もう10年ぐらいやってんじゃないですか。おう、うん、あ、高校生のやってなかった、やってなくて復活ということでね。さあ、でそろそろ30分に近いということでございますね、じゃあ、はいはい、ということで2016年は、となんだ、シマッチかける5 S とフォックスで永田翔が負けましたけど、企画して全部自分が優勝するという自作自演、C の自作自演を来年もそのまま続けたいと思いますので、よろしくお願いします。あれ優勝俺だよね今のお前こん年末ルール知ってんの、年末、確かに永田さん優勝永田さんが優勝でした、永田さんが優勝でした、はい、ということで私が優勝ということで変なやつの自作自演はもう今年も、というわけでお疲れ様でした。今年も一つよろしくお願いします。
はーいっす。俺なんか洗練そうだった気がするな。まあいいや。1月2日にあの部屋がありますけど、まあそれは別に見てもらえます。その通りです。あとまあクーペがありますんでね。はい、クーペがあって、クーペが、サードはそうですね、あのカップオリンピックと毎年かぶったんですよね。そうですね。で9がですね、東京オフラインパーティーというももちくんとチョコちゃんがやってるイベントがねありますんでね、そんなもんがありますと、はい、ってな感じです。よろしくお願いいたします。はい、